前に見た時より封印の崩壊が進んでる。やっぱりもう限界だったんだ。ならさっさと封印を解いてこいつをみんなで倒しちまおうぜ。ヒルレインさん、お願いします。
私はどこにも。したかったんですけど、どこに行っちゃったんでしょう。そう、気づいたらいなくなっちまってたからな。しない？別に。フィルちゃんの嘘つき！嘘？本当は団長さんたちと一緒に行きたいんでしょ？ねえ、フィルちゃん。もう自由になってもいいんだよ。ホムラの魔物は消えて、フィルちゃんが封印を守る必要もない。それに今のフィルちゃんにはそばにいてくれる人たちがいる。その人たちと一緒にどこにだって行っていいんだから。私は、せっかく会えたのに、このままお別れなんて寂しいですし、もしフィルレイさんが迷惑じゃなかったら、私たちと一緒に旅をしませんか？
暖かいのは嫌い。それは、暖かいのは冷たくなるから、みんなすぐに離れていくから。でもあなたたちは冷たくならなかった。私の心に触ってくれた。あなたたちの暖かさも、あなたたちに溶かされることも嫌じゃないって思ったの。あなたたちと一緒に旅をしたら、その理由がわかる。それなら行く。この子と一緒に。フィルちゃん。ああ、もちろんです。フィルレイさん、リーニーさん、よろしくお願いします。また船が賑やかになるな。よろしく。